のために東京に行ったりとかもしてやってた時期がありました。はいそんな感じです。アイドルさんでいうことですね、モーニング娘さんも好きですし、ハロプロ関係とかね。ただ私そこまで深くはないので、はい、そうですね、一時期その AKB48 さんに関してはすごい好きな、一押しの、一番推していた方のグッズを集めたりとか、載ってる雑誌を買い漁ったりとかそういうのはしてましたね。今も実家に行けばたくさんベッドの下に雑誌も残っていることでしょう。グッズもね。はい、そんな感じです。一個一個に答えるの長くなりそうだなはい、確認済みにしますね。次、今まで誰にも共感を得たことのないおすすめのアニメはありますか？面白い質問ですね。今まで共感を得たことがないおすすめのアニメ、なんだろう、ちょっとパッと思いつかないですね。共感を得たことがないおすすめアニメ、探す方が難しいかな。ちょっと多分ね、共感得たことがないっていうのは記憶にないですかね。結構やっぱり私の周りは同じ趣味な知り合いの方が多いのでね、アニメとか漫画とか好きな方が多いので、はい、すいません。続きまして、最近よく聞く音は何ですか？よく聞く音と言いますか、私は音フェチ動画、 ASMR 動画を見る中で声がある動画が大好きなので、基本的にはこの音を聞いてこの音をよく聞きますっていうわけではないんですよね。なのでよく聞く韓国の方ですと、最近はですね、ランさんとか、あと名前が出てこない、ちょっと最近こうずっと見てはいたんですけど、最近のね動画でちょっとかなり個人的にツボにはまった赤ずきんの絵本をね読んでくださっている動画がね、すごくツボの方がいらっしゃいまして、動画を見ております。あとはラテさんとか、やっぱりすごく眠れますね。はい、なので基本的には海外の方のね日本語で ASMR っていう感じの動画だったりです。次、お酒は好きですか？飲むなら何を飲みますか？お酒はですね、好きでもなく嫌いでもなくという感じですね。基本的にはあまり飲みません。ですが飲むとしたらですね、ビールとか日本酒とか焼酎とかそういうのが実は飲めないので、いつも大体は梅酒のソーダ割りだったり、カシスソーダとかティーソーダとかのティーサワーとかですかね。飲むなら家で飲むときはほろ酔いとかそういうのを飲んでます。ただ私あまり甘い飲み物が得意ではないので、甘さ控えめのねそういうのがあればいいなといつも思いながら飲んでおります。でもね、私お酒飲むとすごくむくむので、あんまりね飲んだらとても楽しくなるタイプではあるんですけど、楽しくなって
ですけれども、ね、なんでこう皆さんが飲んでるような席では飲みたいなと思いつつ、むくむのやだなと思いつつそんな感じでたまに飲みます。はい、続きまして、アニティさんおすすめのリップコスメが知りたいです。これはね、私リップ大好きなんですけど、唇がねこうめくれたりとかそういうのを気にしないっていうことであれば、落ちにくさと色味が気に入っているので、リンメルの何だったっけ、リンメルのね、なんちゃらかんちゃらですね、そちらが好きで愛用しております。がっつり塗るんじゃなくて、こう私はちょんってのせて指でポン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 ってポン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 と薄く伸ばしてつけるのが気に入っています。で、なんか色がしっかり色付けする、なんかね2つロケット鉛筆みたいな感じになってて、一つは色付けよう、もう一つはこうコーティングする透明な液のこう2つがついてるんですけど、その色をつけた後で透明な方を塗ると落ちにくくなるって説明にあるんですけど、その通りにするとなんかボロボロ落ちてきたりとか、なんか個人的には落ちやすいので、私は使うときはそれは透明な方は塗らずに色の方だけのせてます。ただちょっと潤いにかける、潤いが全くないので色の方だけ塗るとね、全く潤いがないので、薬用リップを上から重ねたりとかますね。で、そればっかりを使ってたんですけど、最近久々にオペラのオイルリップティントをねコーラルピンク塗ってみたら、やっぱ色味もすごくちょうどよくて、ティント効果もねいい感じで、あ、やっぱりオペラのオイルリップティントすごいなと思っておりまして、ナチュラルの時はそっちをまた再熱して使ってます。重ね技もありです。オペラのオイルリップティントを塗ってから、先ほどご紹介したリンメルのなんちゃらかんちゃらを塗るっていうのもねいい感じでした。次、もしかしてアニティさんですか、もしかして美人ですかもしかしなくても、もしかしてもアニティです。そして美人ではありません。次、世界のどの国にでも行けるとしたらどの国に行ってみたいですか。あ、これは難しいですね。国に疎いんですよ私。あとなんだかんだこう海外に行くのが怖くて、身の無事が保証されるのであれば、アリアっていうアニメとかの世界のあれなんだろう、ヴィレンとこベネツィアとか行ってみたいですし、アルプスの少女ハイジの舞台みたいなところとかも行きたいですし、なんかねあんまりこううまく言えないんですけど、異国情緒あふれるところに行ってみたいです。こうゴシック建造物って言ったらいいんでしょうかそういうのも好きなので、あと海外の美味しい料理食べたいです。だから料理が美味しい国かな次、得意料理は何ですか。
つも動画を見ていると、どの料理も食べたいってなっちゃいます。ありがとうございます。いつもアミンをありがとうございます。これからも応援しています。ありがとうございます。得意料理ってね、結構なんか生きてると聞かれる質問ではあるんですけれども、得意料理と言える料理が実はありません。大体いつもね、適当になんかこう作っちゃうので、なんかこれは得意だぜっていう料理がないんですよね。はい、そんな感じです。はい、次、旦那さんの好きなところは、主人の好きなところ、そうですね、なんかこう見ていて癒されるところとか、あと基本的にはこうのほほんとしてるので、こう見てるとのほほんと、なんかね、せっかちではあるんですけど、のほほんってしてるっていう謎の空気感の持ち主です。はい、次、アニティさん大好きです。ありがとうございます。質問じゃなかったですけど、こう未成年の主張みたいなね、ちょっと違うか、言いたいことがあるみたいなね、違いましたね、すみません。次、アニティの長い指が好きすぎて寝れない、むしろ DM で見たいです。むしろ見せてください。マリですか、あと手長いですか。ありがとうございます。私、指が長いなんて言われたことがなくて、実際にですね、手も小さければ指もね短いんですよ。手のひらの方が大きいタイプで、なんで手がなんかつんぐりむっくりしてるんですよね。なんかね、痩せてもムクムクしてるし、指は短いし、手自体がほんとちっちゃくて、多分ね、私よりちっちゃいっていう人をね、子供以外であんま見たことがなくて、リアルにパッと見はね、そんなちっちゃく見えないと思うんですけど、え、手ちっちゃくないって言われたりすることもあるので、結構ね、なんかね、それがコンプレックスで、なんか結構不便ですよ、手がちっちゃいと。一回でつかめる、皆さんが一回でつかめる量の何かしらが一回でつかめなかったりとか、バスケしてたんですけど、バスケットボール、中学校の、小学校の時はまだ良かったんですけど、中学生になるとボールのサイズが上がるので、私肩が強くて遠くに飛ばす担当みたいなになることが多いんですけど、ボールをね、よいしょ投げるぜってこう投げようとしたら、こう手からね、もしおりゃーってやったら、手からこうボールがプロンって離れていってしまったり、そういうこともあって不便です。ただちっちゃいと、隙間とか狭い隙間とかに手を入れやすいので、なんか溝に物を落としたりした時とか、そういう時は取りやすいかなと思います。次、マイブームはありますか。マイブーム、美味しい唐揚げに出会いたい、出会うことわからない。唐揚げ前から好きですけど、最近熱がすごいです、唐揚げの。はい、私はまだ食べてますか。食べております。見つけたらね、やっぱりつい買っちゃいますね。とても美味しい芋餅。
いします。ああ、50回もありがとうございます。そうですね、久々になんかまたやってみるっていうのもありかなと思うんですけども、あれから私卵かけご飯があんま得意、あんまり得意じゃなくなってしまったんですよね、残念ながら。なので卵の代わりに納豆とかどうでしょうか。次、アニティさん、アニティさんはじめまして、いつも動画を拝見しております。ありがとうございます。質問はアニティさんの動画についての質問なのですが、以前投稿されていた綺麗な食べ方ブックを読むだけその1という動画をよく聞いていたのですが、つい先日その動画が見当たらないことに気がつきました。動画は削除されてしまったのでしょうか。答えられる範囲で構いませんので教えてくださると嬉しいです。ありがとうございます。あの動画をたくさん見てくださっていたということで、あの動画はですね、実はちょっとあの収益化にするための審査を、 YouTube のね審査を2回過去に受けてみたことがあるんですけども、1回目で見事になぜか落とされてしまいですね、審査に通れなかったんですよ。通らなかったんですね。で、なんかこう著作権がうんぬんっていう、なんかことしかざっくりと書かれてなくて、どの動画が格闘しているとかそういうのが全くこうなくて、なのでこう心当たりのある動画、例えばその食べ方ブックだったら思いっきりファンを映してしまっていたので、著作権引っかかりそうだなと思った動画を申し訳ございませんが削除させていただきました。どっちにしろね、あの収益化するしないにかかわらず、確かに著作権っていうものを考えるとダメだったんだろうなと思ったので、まあ、削除させていただいたんですけれども、結局ねそういうことをしてもなぜか2回目受けてもね通らなかったんですよね。まだだから何か引っかかってる動画があるんでしょうね。謎なんですよ。過去動画が投稿できなくなってしまった過去動画をね投稿しようとすると弾かれてしまうので、過去動画が引っかかってるのかなとも思ったり思わなかったり、そんな感じの理由でございます。申し訳ございません。次、好きな芸人さんはいますか。好きな芸人さん、特にこの方が大好きですという方はいらっしゃらないんですけれども、あの明石家さんまさんはやっぱりすごいなと思います。はい、明石家さんまさん司会のテレビとかは面白いなと思いながらいつも見てます。はい、次にアニメ T シャツを買うなら何のアニメにしますか。ゆるキャンですかね。次、アニティさんの音フェチ動画も大好きなのですが、歌声、歌い方もすごく好きです。歌ってどうやって練習してましたか。ありがとうございます。そう、あのツイッターの方にねちょっと歌ってみたの動画をワンコーラスとかだけ2個ぐらいですかね、開けさせていただいたんですけれども、そちらをね見てくださっての質問ですね。すごい私癖がある歌い方なので
私好き嫌いめちゃくちゃ分かれると思うんですけれども、ありがとうございます。歌の練習っていうのが実は私はそんななんかこうやって練習みたいなのはやってきていなくてですね、歌う練習っていうよりは歌うっていう感じですかね。ただこういう風に歌いたい、そのためにはどう発声したらいいのかなみたいなことを頭では考えるんですけど、特に全然なんかどんな練習してたかっていうのが答えられないんですけども、歌えるようになりたい曲をよく歌ってたんじゃないですかね。次、好きなテレビ番組はありますか？アニメとかバラエティとかドラマとかですかね。最近ですとあのドラマだと3年 A 組がやっぱり毎回面白いなと思いながら見ております。あと韓流ドラマもね好きで Amazon プライムで見てます。アニメも最高に面白いですよね。今期もいろいろと見ております。次、アニティみたいな声になりたい。幼少期からハスキーボイスでしたか？私の声になりたい。ありがとうございます。私は自分の声が好きではないので、でもそんなね私ではないあなた様にね、こう自分で好きになってやれなかった分、こう人様に好きになっていただけるというのはとてもありがたいことで、とても嬉しいです。ありがとうございます。私はもともとはハスキーだったわけでは全くなくてですね、自分がハスキーな声してるっていうのも最近ねどなたかにねご指摘いただいて気づいたんですよね。でその理由っていうのが、こういう声になった理由はやっぱりずっと歌ってたからですかね。ずっと活発にしていた頃はなんかこうキーの高い曲を歌うことが多かったんですよ。でもともとそんなに、もともとはね低い男性曲を歌うことの方が昔は多かったので、その後バンドやるようになってキーの高い曲を歌うようになってから、やっぱりね最初はこう頑張っちゃうんで喉がね負担がかかったんでしょうね。声帯結節ができてしまったこともありまして、きっとそういうことがあったりして今の声になったんだと思います。はい、次、好きな漫画ベスト3を教えてください。ごめんなさい、ベスト何々っていうのがとっても苦手で、漫画もベスト何々っていうのが絞れないので、いろいろ好きでなのですみません。いろいろジャンルは幅広く読みます。はい、とだけお伝えしておきます。続きまして、クロちゃんについてどう思いますか？クロちゃんですの人ですかね。なんかこうたくさんいろんな意味で話題になっているのをよくお見かけしますよね。すごいなと思いながら、はい、いろんな意味で月、こんにちは、こんにちは。いつもアニティさんの動画を楽しみにしている女子高校生です。いいですね、若い。最近バレンタインデーがあったこともあり、弟の合格祝いに食事に行ったこともあり、食べ過ぎてしまってます。あるあるですね。体重計は怖くて乗れていません。も
し何か今までされたダイエットがありましたら、その中でも持続したよっていうダイエット方法を教えていただけると嬉しいです。なるほどです。まずは体重計に勇気を出して乗りましょう。そしてね、現実を見てください。そこからやる気が湧いてくると思いますので、で、まあ手っ取り早くやるならば、甘いものを我慢する、もしくはこう昼間にね一個だけ食べていいとかにするといいと思います。量を減らしましょう。で、私は夜は基本食べないか、食べても豆腐とかですかね。ただ完全に抜くと便通とか悪くなるので、昼とか朝どっちかにご飯、お茶碗半分ぐらいは食べてほしいです。あとはダイエットっていうとサラダとか野菜とかそういうのばっかり取っちゃう人が多かったりするんですけども、それだと代謝下がったりして逆に良くないので、タンパク質と野菜とバランスよく取ってくださいね。あとは朝の筋トレ、これもね体操のものだと続かないので、スクワットとかあとプランク30秒とか調べてみたら出てくるので、とても簡単な朝の筋トレをするだけでですね、朝に筋トレ何も食べてない状態ですると代謝が、1日の代謝自体が上がるので試してみてください。私もやってます。スクワットはとても大事だと思います。太ももの筋肉が一番こう代謝、エネルギー消費してくれるのでね。はい、あとはビタミン B 群がダイエットには大切になってくるので、マルチビタミンを飲むとかもおすすめです。そんな感じです。ストレスのたまらないようにこうガチガチに減らずに、こうね、でもちゃんとこう守るとこは守ってやってみてください。次、オフ会しましょう。仮面オフ会仮面舞踏会みたいですね。私がオフ会をやったところでっていう感じがしますけどもね何するんだろうはい、次、アニティさんは一つ魔法が使えるとしたら何に使えますか？一つだけ。これはね、こういう質問が来た時とか毎回言ってるんですけど、ずっと魔法が使えるようにするっていうチートしか考えられないですかね。はい、ではラストです。アニティさん、こんばんは。こんばんは。いつも動画を癒されながら見させていただいています。ありがとうございます。アニティさんはニコ動の頃から見ていて、私自身も音フェチはニコ動の頃から見ていて、あ、ごめんなさい、間違えちゃった。私自身も音フェチ動画を見続けて6年ほどになります。その頃は投稿者さん、特に日本人の方はとても少なかったですし、ロールプレイ動画などもあまりなかったように記憶しているのですが、今ではテレビで取り上げられたり、 YouTuber さんまでも ASMR 動画をしていたりと、正直ここまでメジャーというか大きくして知れ渡るものになるとは私自身は思っていませんでした。確かにそうですよね、今本当すごいですもんね。
すごいことなんですけどね。笑い。アニティさんは音フェチ投稿歴が本当に長いですし、休止期間はあれど長く携わっていたと思うのですが、この ASMR 界の移り変わりについてどう思われますか？かっこ語彙力がなく伝わりにくい質問ですみません。いえいえ、とんでもないです。伝わりましたよ。また久しぶりに昔のオドフェチ投稿動画話なんかも聞けたら嬉しいです。本当に長々と長文乱文失礼いたしました。日本の方も外国の方もいろんな方を聞いてきていますが、アニティさんの声が本当に落ち着いてすぐに寝れるので大好きです。ありがとうございます。そんなとても恐れ多いですか。すごい、質問箱ってこう文字数制限とかないんですね。めちゃくちゃこう丁寧な、全然長文乱文な文章じゃない、素敵な文章ありがとうございます。そうですね、本当に最近はテレビとかでも ASMR 特集とかを見かけるようになって、すごいなと私もびっくりしております。でもね、なんかすごい魅力的な世界だとやっぱり思うので、好きな、私は大好きなのでそう思って当たり前なんですけれども、確かにこうひっそり楽しんできたので少し寂しいというお気持ちもわかるんですけれども、私としましてはこう広がることによって、もちろんなんかこうなんでしょう、質の悪いって言ったらこう言い方悪いんですけれども、そういった動画も増えるかもしれないんですけれども、その分もっといい動画だったり新しい素敵な投稿者さんだったりが増えていくのではないかなと思うと、とてもワクワクがあるので、眠りのお供の選択肢が増えるっていうのはとってもありがたいので、そういう意味ではですね、嬉しくもありっていう感じですかね。本当になんかすごい複雑っていうお気持ちはとてもね理解もできますし、ただ私の場合はそれ以上に考える答えの喜びが混ざっております。はい、すごいなと思います。羽ばたいてゆく ASMR これからもですね、いろんな音フェチ動画投稿者さんを混ざっていきたいと思います。私はゆるゆるとやっておりますが、皆様本当にたくさんの質問ありがとうございました。なんかすごいどうまとめようかわからなくなってきたので、こんな感じで終わろうと思います。次はですね、あの質問に答える系では YouTube の動画のコメントの中で質問いただいてたりするんですけれども、そちらのですね、